人間が人間であるための最後の砦というか、もうここのラインを超えてしまったら人間じゃなくなってしまう、しっかり目を背けずに向き合わなきゃいけない現実が目の前にある。秋元才加です。現在は俳優としてお芝居を中心に様々な活動をさせていただいています。最初に思ったのは、今の時代になってもこのような紛争が起こるんだ、いろいろな争いがあったと思うんですけど、正直そのショックが大きくて、すぐ収束すると思っていたら今激化しているじゃないですか。その中で私に何ができるのかな、まず自分がその国に住んでいる当事者だったらどう思うのかなとか、そういうことを考えましたね。ニュースでも病院であったり、いろいろな有名な建築物が破壊されていったり、どんどん美しい街並みが破壊されていくニュースを目の当たりにして、ものすごく胸が痛みました。で、まあ、コロナ禍であったり、自分たちも皆さん多分大変なこともあったんですけど、その中で正直見たくないけど、こう目をつむってはいけない現実が目の前にあるから、これは向き合わなきゃいけない、向き合うとものすごく傷ついたり辛い思いになるんですけど、これは本当に向き合わなきゃいけないんだろうなっていうのを思いながら、いろんなニュースを見たりとかって、そういうまず知らなきゃっていうところで調べたりはしました。まずこういった紛争や戦争が起こらない世界を私は強く願っています。そこはすごく変わらなくて、そんな中でも女性や子どもであったり、ご年配の方であったり、民間人である戦闘員であるっていう、その命を比べたくないので、ものすごく言葉を選ぶんですけど、本当は誰一人紛争や戦争で命を落としてほしくはないです。ただその中でも新しく生まれてくる子どもたちの命であったり、女性であったりっていう方々が多く亡くなっているっていうことで、私も子どもが一人いるので、すごくそういったニュースを見ると辛い思いになりますね。一日でも早く収束してみんなが穏やかな生活を送ってくれたらいいのになって思うんですけど、綺麗事なのかなっていう、なんかすごくいつも葛藤してます。紛争もあっという間に数年が経って、日本でのニュースも昔に比べたら減ってきてはいると思うんですよ。あれ、今中東地域ってどうなってるのかなって自分で調べないとキャッチできない状況の中で、まずはどうなっているのかっていうのをそれぞれが関心や興味を持って調べる、知るっていうことがすごく大切なのかなと思います。とはなかなかこう友人だったり、みんなでこういう会話について話すっていうことなかなかないと思うんですけど、私はいつも周りの方と今こうなってるけどどう思うっていう会話はするようにはしていて、その中で自分だったらどうするのかな、これが日本で起こったらどうするのかなとか考えるようにはしてます。正しい情報を知って、また赤十字社さんがこういった状況の中でこういった支援を行っているっていうのも知るのも一つの支援だと思うし、それを一人一人 SNS だったり、まあ、今の時代発信するツールがあると思うので、そういったところで今これが起こってる、関心興味を失わない、情報に能動的にしっかり動いていく、アクションしていくっていうのも支援の一つなのかなと思います。その中で赤十字社さんのことを応援したいと思ったら寄付もあるし、いろんなアクションを自分の中でチョイスしてもらえたらいいのかなと思ってますね。私の場合はしっかりとその寄付した金額が本当に必要な方々に届くか、もう本当に大切なお金なので、それがきちんと本当に必要な方に届かないと意味がないと思ってるので、そういった
ところは自分なりに調べて寄付するようにしています。 AKB48 のメンバーとして活動していた時に、東日本大震災の際に日赤さんがいろいろなところに人道支援に行かれていたっていうのを、誰かのためにプロジェクトというプロジェクトでご一緒させていただいて、すごく近い立場で拝見していたので、こういった今回は中東地域であったりいろんな紛争のためにもそうですけど、国内外問わず皆様から募った大切なお金をしっかりと有意義に使ってくださってるんじゃないかなと思っています。いや、正直恥ずかしながら知らなかったです。私はそもそも紛争反対っていうスタンスは自分の中にはあって、紛争は起きてはいけないっていうふうに思ってはいるんですけど、その中でも今この時代でも紛争はいろんなところで各地で起こっていて、紛争にもルールがあるんだなっていうのを知りました。この相手敵の方を必要以上に苦痛を与えちゃいけないとか、あとは病院だったり、そして歴史的な建築物を攻撃してはいけないだったり、女性や子ども、武力とみなされない方々、民間人の方々は攻撃されてはいけないっていう、そういった極限の中でもルールはあるんだっていうことにちょっとびっくりしたのが正直な気持ちです。ただそのルールがある中でもどこまで守られてるか、今そのルールが守られていない地域もあるっていう現状を知って、ね、そもそもこのルールがない世の中になってくれたらいいなとは思いますけどね。まずは紛争のない世の中になることが一番の願いなんですけど、人間が人間であるための最後の砦というか、もうここのラインを超えてしまったら人間じゃなくなってしまうっていう感覚が自分の中にあって、すごく欲深くて罪深いのも人間だけど、ちゃんと相手のことを思いやったり優しくできるのも人間だと思っているので、その最低限人間でいられるためのライン、それが書かれたルールが国際人道法なのかなっていろいろ項目を見て思いました。正直みんな自分のことで忙しいし大変になっていく中で、辛いニュースを見たくないっていう方も多いと思うんです。だけどしっかり目を背けずに向き合わなきゃいけない現実が目の前にあるっていうので、ちょっとこう自分を奮い立たせてそういうニュースをこう見ることになるんですけど、私はいつもそう思っていて、なんか辛いけどでもこれを見ないとこれでいいんだって思っちゃう人が一人でも増えたら、また平和が遠のいてしまうんじゃないかって私は思っていて、そういった中で一人でも多くの方が今起こっている情勢であったり状況を知ろうと思うっていうことがまず一つ大切なのかなと思っています。ちょっと遠い国なので自分ごとのように考えるのはすごく難しいことかもしれないんですけど、ただ自分の家族がそういった紛争に巻き込まれたら、学校にいつも行ってた学校が空爆されて亡くなったら、当たり前の日常があっという間に変わってしまったらって、そういったところでも少しでも自分ごとに考えられるきっかけっていうのはあると思うので、まずは知って自分だったらどういう気持ちになるかな、そこがまずは大切なことなのかな。その中でじゃあ何がダメなんだろう、なんでこういう紛争が起こってるんだろう、自分にできることは何かなってまた考えるきっかけになると思うので、自分一人では何もできないなって思っちゃうかもしれないんですけど、命を懸けてその人道支援に向かっている方々がいらっしゃる現実もある中で、知るっていうのも一つの支援、またじゃあこの方々のためにもう一つアクションをしたいとなったら寄付であったり、そういったアクションって
意外に見つけてみるとあったりするので、自分の小さなアクションが誰かの命を救ってるかもしれない、誰かの笑顔になってるかもしれない。私は日々自分の悔いのないアクションを自分で選んで過ごしていきたいなと思ってます。なんか諦めたくないな、そう、平和だったりそういった紛争に対して、ああ仕方ないねっていうふうには諦めたくないなっていつも思っています。